はい、皆さんこんばんは。というわけでございまして、今夜はですね、先月6月30日に起きました上谷沙耶選手のサイン会の真相というものをですね、上谷選手自身が、インスタライブで話したことだったりとかですね、 SNS に集められた情報などを照らし合わせてですね、まだね、真相とか知らない方に伝わればいいなと思って、こちらのね、動画を作っております。一人でもね、多くの方がこの件に関してね、いろいろ考えるきっかけになればいいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、ご覧になってコメントをお寄せいただければというふうに思っております。記事をね、ちょっと読ませていただこうかなと思うんですけども、こちらはスポニチの記事ですね。プロレス団体スターダムに所属する人気女子プロレスラー上谷沙耶が2日までに自身の SNS を更新、試合後のサイン会でファンから誹謗中傷を受けたことを告白したと。6月30日にスターダムは新宿大会を開催。大会後に上谷は自身の X でサイン会ありがとうございました、たくさんの声援を、声をかけてくださり嬉しかったですと感謝の言葉を記したと。その上で、心ない言葉をかけてくる人もいました。正直悲しかったし怖かったです。もうサイン会に出るつもりはありません。応援してくれる方には申し訳ないですと、ファンからの、直接誹謗中傷の言葉を投げかけられたことを明かしたと。この件を受けて、上谷選手は1日にですね、自身のインスタグラムでアーカイブを残さない生配信を行い、誹謗中傷を受けた内容について告白した。サイン会で10枚のポートレートを購入したファン を対応していた。上谷が1枚ずつサインをしていると、そのファンは上谷自身を、人格を攻撃するような言葉を放ち続けていたようだと。そのサインをずっと書いてる間にですね、ずっと、ファンを名乗る男がですね、ずっと上谷選手の人格を否定するようなことを言い続けてたということですね。上谷選手も最初は冗談だと思い、そんなこと言わないでよと交わすような言葉で対応していたが、そのファンは人格を攻撃する言葉をやめなかったと。あまりの誹謗中傷の言葉に傷ついた上谷は泣きそうとそのファンに吐露したという。するとそのファンは、泣かすために来たとまさかの一言。上谷はその時悲しみとショックと同時にすごく恐怖心を感じたと解雇しながら、生放送中に涙を流す場面もあったと。その後、耐えきれず途中退場、しばらくしてから戻ってきてサイン会に再会するも、この後対応させていただいたファンにはあまり喋ることができなかったようだと。この一件はすでに、岡田社長に報告済みで、岡田社長もですね、6月30日の時点で X みんな好きな選手たちとこのスターダムを守るために社長に就任してきたうんたらかんたらみたいなね、ことを書いて、1日には会社としては引き続き悪質な誹謗中傷を断固して許さず、試合、イベント、SNS、その他の運営方針をしっかりと発信していきますというようなことを書いていらっしゃいますね。でね、ネットの記事もあるんですけど、事の発端となった該当者というのを A とね、いうふうに一応名前をね、伏せて書かれておりますけども、A に以前から SNS などで、コメントでね、いろいろと書かれていたと。で、今回の、誹謗な内容は、先日の試合内容のことではなく、上谷さん自身に対する人格攻撃だったと。最初は上谷さんも冗談で言ってると思い、そんなこと言わないでよと、みたいな対応をしていた。A はポートレートを10枚買っており、1枚ずつサインかい、を書いてる時もずっと人格攻撃が続いていた。上谷さんもだんだん悲しくなってきて、泣きそうと、返すと、A は泣かすために来たというトラウマ級の一言を放つ。その時、ショックと同時に、すごく恐怖心を感じた。涙が止まらなくなり、
サインを書くスピードも遅くなったと、参加した方のね話に照らし合わせるとこの段階でお絵継ぎ身になりながらもサインを書いてらっしゃったと。で耐えきれずに途中退場されて、しばらくして戻りサイン会に再開するも、その後対応させていただいたお客様にはあまり喋ることができなかったと。サイン会は貴重な場所、みんなが笑顔で帰れる場所にしたい、今後同様のことが起きないため対策を岡田社長に伝えたと。これはね、泣かすために来たっていう、まあこれ完全にね、今までその状況が分からなかった部分っていうのがあったので、まあアドバイス的なねことを言ったりとか、まあ余計なことを言うやつっていうのはいますから、そういうことなのかなと思ったら、この内容を見てるとね、読んでるとまあひどいですよね。もう泣かすために来たなんて言われたらね、そりゃ怖いですよね。まあ女性の方でも怖いと思うんですけど、もちろんこれね男性でも怖いと思うんですよ、こういうこと言われると。でも明らかにね、その上谷選手自身を攻撃しようという意思というか、そういうのが現れてますよね。なのでそのネットと、こういうねネットの世界っていうのは、こういうねもう分かってると思うんですよ、こいつが誰なのかっていうのはもう分かってると思うんですね。ファンの方とかそのサイン会とかそういうのに行かれる方々からすると、ああいつのことだなとか、その上谷選手のその SNS とかをね、見てる方々からすると、ああこいつのことだなっていうのは分かると思うんですが、まあ、これ自身はね、もう誹謗中傷ということにもなりますし、まあ業務妨害っていうものもね、あとまあいろんなね罪には問われるかもしれないと思うんですね。なのでまあバンバンね、こういうクソみたいなね、やつらっていうのはどん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 排除すべきだな、じゃないかなと思います。でネットの中でまあこういうのをね晒すなと かね、その正義ぶってる人もいますが、別にねもうしょうがないんじゃないかなと思いますよ。その人の正義っていうのがあるので、それはもうね、その対する方からすると悪になるわけですけど、その人がそいつを晒したいと思うんだともう晒すべきだと思うし、別にそれを止める権利はないしね、その晒したからといって自分らが何かあるってわけじゃないですけど、まあ、自分としてはもう自分がやってしまったこと、そいつがやってしまったことがね、まいた種なわけですから、どういうふうに今後ね、そいつが処置されるかっていうのはもうこれはしょうがないんじゃないかなというふうに、我々がね止めるような権利はないんじゃないかなというふうには思います。まあこの件に関してね、上谷選手は、やはりねさすがプロだなと思うんですけども、吹っ切ってね、キャッチザウェーブだったりとか、後楽園ホールですね、7日の後楽園ホールに上がってくださると思うので、その辺はね自分としては応援したいなというふうに思っております。こういうね件というのは、こういう一件みたいなことっていうのは、本当にスターダムはね過去に本当に悲しい事件っていうのがあったわけですから、これ社長がね悠長にね、なんかその SNS とかでねああいうことを言うよりか、もうとにかく強い姿勢でね、そういう選手を守るんだという、でこういうね小銭稼ぎって言ったら言い方悪いですけど、こういうねサイン会とかっていうのもまああってはいいと思うんですよ。そのちゃんと周りにスタッフがちゃんとついてね、っていう感じでちゃんとやらなきゃいけないんじゃないかなとも思うし、やるんであればそこまでねやらなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思います。はい、なので今回のこういう悲しいことっていうのはもう二度と起こってほしくないですし、上谷選手がね本当に強い意志を持ってね、こういうことを告発してくれたっていうことは自分としてはすごく良かったんではないかなと。そしてそのクソみたいなねカスみたいな、やつはね、今後どうなろうか知ったこっちゃないので、はい、まあこの件に関してはとにかくね、上谷選手がね、とにかく何事もないことを願うのみですね。はい、というわけで以上になります。皆さんありがとうございました。